それほど切れる天下の名刀でござる。だが手前のガマの油をこの刀の差し裏差し表に塗りますると刃物の切れ味がパタリと止まる。塗ってごらんに。差し表、差し裏、塗った。刃物の切れ味が下に止まったはず。我が腕切ってごらんに。誰かお手試しをしたい方はいらっしゃらないようで、我が腕で差し出しての釜の油の効能を切ってもらわれ。打って切れない。では切れない。続いて叩いて切れない。引く。引いても切れない。持ってやると言われれば押す。にゃっ、はい、絶対に切れない。いかがでござるかな。ガマの油の効能お分かりいただきましたか。全然納得してないよだな。これが油や。お前さんの言うガマの油というのはこんなに切れた喧嘩の名刀をただの生くらにしてしまっただけじゃないかと思いの方もいらっしゃる。そうだ、手前大道は金庫はしておるというのもこれらの金冠板天下御免のガマの油でそんな一致はやります。この刀についておりまするこのガマの油をこのタオルにいただきれいにして行列でいくしとる時には、はい、また元の名刀切れ味が今度は戻ってしまえる。触っただけでも赤い血が出しまい。とっとかよっ。誰か腕試しをしたい方いらっしゃる。やめない。は、なんかそう、あとはあとだよ、ガマそれはあとだよ。ちょっと気合い入れるからな。お父さん待っててね。ね、消毒をしないといけないね。いいよ、ガマの油。お分かりいただきましたか。痛い。だが心配いられ、お父さん。ガマの油だ。そう。ガマの油。このガマの油を傷口に吹いて。はい。そうしますと。立ち合いの方々がね、あもこい、クソアンドが最近脱走していないから、アイドラはここにないけど、はい、ご覧の通り、血止め、痛み止めの薬でござる。傷はついても、血は止まる。痛みも止まる。いかがでござるかな。どうだい、ガバ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 。はい。俺を引き目新たなガバの油。お立ち合いの中には一つ欲しいが、ガマの油というのはさぞ高いんだろうな、お思いの方もいらっしゃる。本来ならばこのガマの油一回200文でござる。今日は随身門出張ってのお披露目、天気もいい。筑波山のてっぺんからドカンと飛び降りたつもりでその半額の安いと思ったらどんどん買ってきな。またこのような効き目効能分かったらどんどん買ったり買ったり。どうもありがとうございました。